本音がダダ漏れ、漏れ漏れ漏れです。テンプル騎士団最後の総長なんて言っても、もろもろ責任を押し付けられた挙句、トドのつまりは汚名を着せられて火あぶりだもん。こうやってドロッドロの異端に向こっちゃうのも仕方ないよね。とはいえ、召喚されたからには主としもべ、クライアントとプロフェッショナルだからさ。フォーリナ、ジャック・ド・モレー、あなたを守護する盾となりて務めましょう。スペル冷気が温まってきたぞ。格好は逆に涼しげだけど、動きやすいし。ん？時々、前の格好にも戻ってほしいの？おやおや、マニアックだね。仮を作っちゃったかな。幸福よりは死を、なんて、騎士団の建前もありましたっけ。下手に捕虜にでもされちゃうと、賠償金がすごくてさ。そうでも言っとかないと、敵も味を占めて、味方もちゃっかり怠けるようになるわけ。でもまあ、もしマスターが人質になったら、命を差し出すくらいの働きはするからさ。安心してよ。ククー、ありがとう。いい子いい子。メールメールメールシー、いざ行軍せよ、聖地エルサレムへ。なんて煽ってみたり。マスターにとっての聖地は大きすぎて大変だね。星一個分だもんね。人類という果てしなき聖地の奪還、これ以上に価値が重く容易ならぬ遠征の旅を私は知らない。カルデアを我らの時代のあの十字軍に例えるなど、もはやできはしない。それはまあそれとして、いろいろと遊べそうでいいね。カルデア、そしてシバ、かのソロモンが残されし聖堂を、この我が手で守護叶うとは、まさに後人の至り。これはテンプル騎士としての最後の喜びだ。失うまい、決して。あたしとマスターの矢印は、どう定義しようか。単純に王と家来、親方と徒弟、メートレとアプレンティ、それともコンパーニョン。もう少し複雑な方が面白いかな。じゃあ浮気相手とかどう？ノンメルシー？真面目だね。これはこれは、ジルドレー元帥閣下、テンプル騎士団二代目総長、ロベールド・クランの正当なる末裔と巡り合わせるとは光栄です。貧しく、夢見がちな若者の集まりに過ぎなかった黎明の騎士団に、誠の礎が築かれたのは、閣下の高祖の采配があっての成果でした。我々もまた、共に参りましょう。ムッシュ？ムッシュ・ド・パリ？私です、モレです。同郷の死を名乗ることを何卒お許しください。あなたを誇らしく思うあまり、ムッシュ・サンソン。時に、フランス王家から未払いだった給金とやらは、きっちり受け納めたのですか？
実に2年分にもなると聞いておりますが。では利子は？当然の権利ですよ、ムッシュ。今からでも遅くはない。王家の居室に乗り込みましょう。ムッシュ、ムッシュ、どちらへ？ムッシュ、取り寄せのケーキ？いいね、注文注文。フランス王家につけで。無駄に高価なヴィンテージワインが入荷？いいね、それも王家につけで。限定珍味詰め合わせセット？最高！もちろん王家につけで。うらら、レオンどうかした？血相変えて部屋に飛び込んできちゃって。これからちょっとしたパーティーをね。せっかくだし王妃もお呼びしよっか。おお、コロンブスか。君こそ船乗りの中の船乗り。金衡法制、義理と人情に生きる真の海の男。いよ、コロンくんって呼んでもいい？もう、他の海賊連中なんかとつるんでちゃダメだよ。君の義父バルトロメンは、救世主騎士団の騎士。元をたどれば、ポルトガル管区のテンプル騎士団なんだからさ。そうだ。ねえ、あれやって。あれ。君のホーム。大きな十字の輝くカラック船を、ザッパーンって出すやつ。楽しいことが好き。気持ちのいいことはもっと好き。でも、あれだよ。プリンだって、ずっと同じ甘さだったら飽きちゃうでしょ？ほろ苦いカラメルがちょっぴり添えてあるから美味しくて、また食べたくもなるわけで。私はそのほろ苦を担当するから。うん。大嫌いなのは、フランス王家。絶対10コロまーす。でも、最近なんかさ、一周回って好きになってきちゃってさ。うわ、やべえって思ってんの。どうよ。あれ？私がサーヴァントになったら、あれでしょ？聖杯とか、聖十字架とかさ、聖遺物もろもろ詰め合わせセットで、超チート性能になるはずじゃん？はあ。その後、誰かに盗まれたから、一部紛失してるのかも？十殺す。オーダー。マスター、なんか来てるよ。十字軍遠征のお誘いかな。どういうわけで、史実と異なる女の肉体なのかって？まあ、話せば長いんだけど。要は、ルラプス。私がさ、人間の良心も、神の愛も信じきれず、異端に走っちゃったってこと。英霊の器なんかじゃなかったんだよ。ん？属性、秩序、善で、セイバーのジャック・ド・モレー？やだなぁ。そんなのいるわけないってば。もしいたら、シテ島の下に埋めてもらっても構わないよ。なんもやる気が起きん。こんな日は、そうだな。騎士団入会のイニシエーションごっこでもするしかねえな。はい、ひざまずいて目隠しつけて。いくつか質問しまーす。嘘ついたら殺しまーす。マスターは既婚、または婚約中ですか？健康ですか？他の組織に属してませんか？借金とか買収とかしてませんか？こういうの初めて？緊張してる？経験人数は？
召喚の。最初の相手は？どんな感じだった？痛くしていい？もっとやろっか。ねえねえ、どこか出かけない？得意点とかじゃなくてさ、カフェで食べて、映画なんか見てさ、ジンギスカンでも食べに行こうよ。そうだね、今度ね。ああ、そうね、いわゆる騎士とはちょっと違うんだ。神様に仕える戦士だからさ。元は貴族でも、その権益を捨て去った修道士だし、軍馬だってわざわざ二人乗りで倹約したりしてね。マスターと寄り添って一頭の馬にまたがってみるのはいいかもね。時々思い出すんだ。テンプル騎士団にも入会する前、ただの若者だったジャックが毎朝毎晩剣と乗馬の稽古に明け暮れてさ、いつかは海の向こうで一人前の騎士として身を立てるぞって憧れてた頃を、エルサレム王にうやうやしくかしづく場面を空想してみたりとかね。この記憶、本物かな？うん、しっくり馴染む。ケダシ・フォーリナって感じだ。この異端なる姿を顕現させたのは、浅ましくて嫉妬深い人民たち。臆病者の強行。容姿端麗と強欲ばかりが取り柄の王。そして、私の弱さ。ああ、何もかもドロドロのぐちゃぐちゃに復讐してやろうって思ってたのにな。先に世界の方がまっさらになっちゃってるなんてね。ついてたね、マスター。おう、君も本気で怒ることあるんだ。冗談だって。私は笑うべきだった。火あぶりにされたその時ですらも、高らかに、パリ中に響き渡る声で笑うべきだった。笑いは悪魔のもの。笑いはあざけり。笑いは誘惑。聖書に記された神の子は、一度たりとて笑うことなど知らず、哀れみ顔で涙を流してばかりだ。私も、そうあるべきと信じていた。けれど、私は笑うべきだった。笑いは悪魔のもの。いや、違う。動物は笑ったりしない。笑いは人間のもの。人間の本性だ。この世のすべてを呪い尽くす前に、私は、心の底から、笑ってみたかった。生まれて、死んで、よかった。こんなにも世界は面白いんだ、ってさ。正しき浪費にはご褒美よ。こんだけ？なんでもない。一数は一数。いつしか金庫もいっぱいに。そろそろ船出の時刻かな？待ち受ける戦場と死に、胸が高鳴るな。このモレーの望むところ、
それは、カルデアの密会であるマスターのそれと合致する。完全に。されども、旅の終わりを共に迎える結末が困難であるのは誰しも同じ。契りを結んだ伴侶であれ、同じメゾンに奉仕する騎士であれ。だから、それまではせめて。いや、ごめんね。忘れて。フォーリナー、ジャック・ド・モレーは、テンプル騎士団総長を名乗れども、すでに若き魔術師に仕えるサーバント、一人の騎士だ。契約はまさしく対等であるし、絶対の服従を誓う奴隷とも言える。ここに富がある。いかに費やし、投げ打つかは、マスターの欲望次第。だよね。これはこれは、ジルドレー元帥じゃありませんか。閣下のご先祖、テンプル騎士団第二代総長ロベールの誉れを、我らは忘れてはおりませんよ。時の教皇から引き出された勅書、その恩寵の数々。実に美味しい既得権益。いえ、神より賜った意向でした。けれど、お互い末路は惨めなもの。遺骸は焼かれ、埋葬も許されぬ冷落ぶり。おっと、失礼を。そんな閣下が、神秘の術に慰めを求め、かの聖女の魂を救済し、再びアガメントする幻を見たのも是非なきこと。このモレーメは、閣下の理解者となれませんか？ほーん、海賊ね。ふーん。13日の金曜日。騎士団廃絶の前夜、パリを脱出した40人の騎士、250頭の馬。彼らを乗せて、ひっそりとフランスを出航した18隻のテンプル艦隊。その行方。誰か知らないかな？ソロモン王の神殿から継承した大切なお宝が積んであったんだけどね。あ、そう。じゃあ、その黒い海賊旗に書かれたドクロマークの使用料から回収していこっか？ナポレオン、陛下？陛下の治世では、パラペ何菓子とかいう医者やら山師やらの類が、このモレーの後継者を名乗り、テンプル騎士団を再結成したそうで、陛下がそれを真に受けたとは思わないけど、フランス王家打倒を叫ぶ彼らを、当時、力をつけていた王党派への抑止力として利用したんでしょ？そういうところ嫌いじゃない。何よりさ、我らの見苦しい墓標を、タンプル島を破壊してくれたのは、感謝してるんだ。ふむふむ。万物を見通す H の目、とな。定規とコンパスよりは、マシなシンボルかもね。それならさ、メガネだって、割といい線いってない？知的だし、自然に背いて世界を見通すなんて、悪魔的でもある。宗教画じゃおなじみなのに、異端扱いだなんて、変だね。際限なき解放、果てしのない快楽。心を解き放ち、究極の堕落へと誘う導きこそ、我が神への奉仕となる。それが使命。ん？邪悪っぽいですか？でもでもそれって、人の群れの営みと
どう違ってるかな。嘘と仮パクは泥棒さんの始まりですよね。我が望みはフランス王家への復讐、全人類の堕落と深淵の聖母への回帰、それともう一つは足元でちょろちょろしてるこのクソヤギを月まで蹴っ飛ばすこと。新鮮な生贄たちが招く気配あまりお待たせしない方が。は？今なんて？ちょっとメガネを外してみて。普通に嫌だけど。だからダメだって。ノン、パボン、パタツ。嫌です。十殺すぞ。ご協力、お願いします。あ、ちょっといいですか？お話よろしいですか？はい、そうなんです。我が敬い奉る神は、豊穣の聖母。その聖は女であり、かつ男でもある。すべて男は女の聖よりいずるがゆえ、月なき夜に、ほとばしる熱き煮えを捧げんとすれば、惜しみなく恵みを授ける慈愛の女神。というわけで、現在すべての方が不足しておりまして。これがマスコット？可愛らしいペット？ブフ、まさか。こいつは私を見張ってるの。寝ても覚めても四六時中で、もううんざり。そもそもヤギって乱暴だし意地が悪いし、臭いし美味しくないし毛はちょっとしか取れないし、好きになれる要素が全くない。いや、でもそれなら、生贄、スケープゴートにはちょうどいいか。あい、あい、あー、またやったなー。へえ、スマホって便利。何でもできるわ。ん？マスター、何か言いたげな。はいはい。国際的なネットワークを築いた銀行業の先駆けとして、資産運用の才能を活かしてみる気は、ですか？カルデア銀行の夢を描けとか？いやいやいや、言ってみれば、テンプル騎士団の莫大な富こそ、呪いの源、不幸の元凶でしょ？それにそもそも、我が神は世俗の富には関心がないし、満足は富に勝る、女の欲するは神の欲する、ですよ。私がここで退屈してないか心配してくれたんだ。我々には、すでにマスターっていう最大の担保があるんだから。誰かさんみたいに焦げつかないように。気をつけて。ところでフォーリナーってさ、魔力が高まって深淵に迫るとだんだん狂気に蝕まれてくイメージなんだけど、どうよ、マスターから見て。自分からバリバリ狂ってるぜなんて言い張る狂人もいないか。もっとと相性が良かったのかな。それとも。まあ、いっ